皆さんおはようございます、スルベイです。今回からまたとことんのと青色の31回以上のねステージを遊んでいくことになります。一応デッキメンバーを若干編成しまして、違法の使いマシュー君を外し、混乱が効かなくなるからね、ワイルドスキル取ってもいいんですけれど、別のキャラクターにちょっとね、動いてもらおうと思います。その違法のね、魔人フルシュ君を入れました。スキルはね、連鎖の種があります。連鎖の種があるのと、2ターンの間のね、エンハンススキルがくっついていきますからね。この連鎖の種自身の攻撃力も上げますし、その次のターンにもその4倍っていうのがかかるのでね、そこの2つのターンが攻撃の、ね、要になるかと思います。そしてこの子にもリケナさんにもこう攻撃力を上げてくれるっていうスキルあるんですけれど、この子のはちょっと種類違うんですよ。さっきのフルシュさんが通常のエンハンスだとしたら、ミッケナさんのは条件付きエンハンスになるんですね。説明文にある通りね、2属性以上の同時攻撃でって書いてるところがね、その条件になってるんですよね。その条件を満たせなかったら、この 3.5 倍の倍率は発生しませんよっていうことになるので、さっきのね、フルシュ君のは、緑色さえ消せてたらね、緑属性のカードだったら無条件に倍率が入るから通常のエンハンスですけれど、この子のはちょっとね、属性数、その他の属性数に応じて倍率が入るかどうかが決まってくるっていう条件がくっつくので、別計算になります。それぞれ別々にその攻撃力が働くって考えたらいいですね。組み合わせによってはですね、同じエンハンスでも、重ね掛けできるキャラクターとそうでないキャラクターいるのでですね、そのあたりも踏まえてね、区別つけられるようにしておくと、デッキを作るときにもね、奥の、深いデッキは作り上げられるんじゃないかなと私は踏んでおります。一つだけね、区別つけにくいのがあってね、どっちかなって分かりにくいのが一つあるんですよ。例えば緑属性を含む攻撃とかあってね、そういうカードもね、中にはあるんですけどね、この〇〇を含むと説明文にあるものはね、全部条件付きエンハンスです。その緑属性自身を、緑属性のプヨを消すことができなかったら倍率が発生しませんよということになるので、なのでちょっとややこしいですけど、それはね、含むっていうのが説明文にある場合は条件付きエンハンスだと思ってください。それ以外だったらね、もうエンハンスとね、条件付きエンハンスの区別は比較的、つけやすい方かなとは思います。これね、これ結構区別つけるの私もかかりましたもんね。その含むっていうのが一番ね、どっちだろうってね、混乱させる要因でもあったので。さて、バトルに入りますけれど、このステージではね、反射を持つ相手が出てきます。階層に関係なくね、下1桁が1の階層と5の階層には、反射スキルを持つね、キャラクターっていうのがね、相手として立ち塞がってきます。ここのステージじゃないですけどね、2フロア目と3フロア目にそれぞれ1体ずつ出てきますね。その時にもうちょっと詳しい話はしましょう。ここのステージはそのためにもね、まず前提としてクリアしないとね、その先も後もないので、クリアすることにしますけど。師匠官さんで倒すこともできるんですけど、ちょっとその前にね、話をちょっと一つ入れておきます。
通に倒すと結構かかるんです。地味に HP ある。そろそろ回復しよう。でもうちょっとで倒せますよ。あ、時間がなかった。今の一番角の近くだった、もう分かったタイミングでもうね1秒迎えてたからダメだった。でここです。で今はねスキルの今最初のターンでちょっと使ってきたんですけど、これです。この輪っかが書いてるやつが反射ですね。今の内容だったらね、緑以外のね、こう、緑以外の攻撃はすべてこちらに返ってくるということですね。反射だから。で、2っていうのは2ターン。まあ、それが2ターン続きますよということですね。ってことはですね、逆に言えば、ね、緑色のみのカードだったら、普通に攻撃できるってことなんですよ。言い換えて。まあ、抜け道みたいなもんですけどね。で今味方側見てみたら副属性が全くない、主属性緑ですけど副属性が、まあ、全くないデッキなわけですね。だからまあ普通通りに攻撃してね、問題ないわけです。普通に攻撃して反射受けることもないので、まあ単色はこういう時にちょっと強いんですよね。これでもしね副属性の色があった場合ね、間違えて副属性の色を消してしまいました。で反射、相手は反射中でね、まあまあ消してしまったものもまあ一応相手側にねダメージを与えようとするんですけど、その分のダメージっていうのは味方に返ってくるんです、ね、副属性のものが全部ね。でこれが40回とかになるとその攻撃ダメージで落とされたりするんですよ。いや極端な話じゃなくて本当に落とされるんですね。なのでちょっとその反射っていうのもまあ警戒事項の一つです。まあこちらはまあ今回単色デッキで挑んでますのでね、その辺のこと考えなくていいですけど、まあ副属性のカード入れてる場合はちょっとその辺は要注意ですね。まあ極力消さないようにしたいですけれどね、やむなく入れるような場合はね、極力少なくして消さないようにはしたいけれど、間違えて消した場合はまあ素直にリトライした方が私は無難かなと思います。とはいえね、単色っていうのもね、その条件って言いますか、カードがいくらかね集まってこないとなかなかそういうデッキ組むのも難しいですからね。けど反射しているについてはもうちょっとそっちの方が安全ということだけは言えます。まあここでこれでまあ今ねエンハンスが2種類かかってます。でミッケーネさんのが、まあどっちだったかな、矢印の方か、条件付きは確か矢印だったね。ミッケーネさんが矢印だとしたら、フルシュさんのがなんかこの刀に3って書いてなんか矢印書いてたね。3ターンだったかな、3ターン、あ4、これ2ターンだから逆か。矢印がフルシュさんだね。でミッケーネさんの方が3ターンだから剣のマークだ。条件付きは剣ね。OKOK。まあそういうことで別々に攻撃力アップの効果がね、今くっついてるわけです。で、フルシューさんのスキルに連鎖の種があるのでね、この盤面の中でね、どこかしらのハートプヨを消したら、
12連鎖かって言ったら12連鎖以上のダメージ、まあ、12連鎖近くのまあ連鎖を狙うことができるけど、まあ、今回ね、今回ワイルドスキルのキャラクター入れてないですけれど、まあとことん遊ぶ分にはまあこのエンハンスとかなんとか駆使すればね、まあ、そこそこのダメージ与えられますから、その辺は心配あります。これが、あ、これが強かった。まあ師匠換算で落としてもよかったね、今ね。もうスキルマックスだったから。で落としておしまいです、まあ、この子たちいればとりあえずはもうね、なんとかなります。星7で作ってたら。ただ黄色と紫にはこの師匠換シリーズいないのでですね、そこはもうちょっと対策練るしかない。で31回以上になると、そのね、どれかしらの属性はなんかこう盾がついてね、まともにダメージ与えられなくなるんですよ。だからまあ他のね、なんか黄色とか紫遊ぶ時だったらね、赤と青と緑に盾がつくのでね、この師匠官さんをその黄色やら紫のステージで使うっていうこともね、できなくなります。まあダメージこちらが与えるね、この子が緑属性で相手に緑盾ついてるのでね、ダメージカットの影響があってね、こちらのダメージがほぼ軽減されてしまうんです。 90% だかな、何パーセントだか分かりませんけれど、まあ与えるダメージが激減してしまうって考えたらね、ちょっと入れるわけにもいかんですね。まあそれにスキルために時間かかるようになりますからね、他の属性の子入れると。まあ、ここのステージはまあ先ほども出てきましたが、強烈な一時じゃない、ターンごとにダメージ上がるところだから、まあ、だからまあできるだけ速やかにね倒せるようにしておきたいところです。しかし結構登れるもんだね、回復。まあそれはね、便利って言いますかね、強力なカードを持ってたらそういうカードを駆使してね、登ったりすることもできるんですけれどね、まあ、デッキの組み方馴染んできたら、まあそういうね、そういうカードを選んで組むっていうのだけでもね、ちょっとそういう、まあ、停止3デッキっていうのかな、わりかしまあそういうのを抑えられるようなデッキで攻略することもできます。まあ、もちろんね、そのカードとこのカードの性能が合わさってね、より強力なっていうところに話を結びつけられるならばね、そういう恩恵も受けられるんですけれど、まずその癖を知るところっていうことになってきますね。まあ、さっきのあのエンハンスの話でもそうですし、ね、まあ童話とかワイルドとか連撃とかたくさんあります。まあその中身をちょっと覚えるのがまたちょっと時間かかるんですよね。どういう組み合わせだったら大きいダメージ出るか、まあ、私もそこまで詳しい方じゃないですけれどね、まあ、基礎的な話だったら、まあ、いくらかね話に出したりして伝えることならできる。割合ダメージだったの。でも攻撃力とか上がって、割合ダメージで多分チクチク削ってくるってことだね。ターンが回ってきた。まあどっちにしても厄介だ。
まあ、今割合ダメージということでね、まあ、多分 20% ぐらい減らされてるから、まあ、これをなんか攻撃、まあ、2回目の攻撃ごとになんかこの 20% が来てとかそういうことやと思う。で怒り状態にもなってるから秘書官さんで一掃するのもちょっと危険になってしまった、攻撃外れてしまうからね。だからまあ他の経路で行こう。一番上は考えにくいからやっぱりここだろうね。うん、まあ生き残ったけどね、一番厄介なのが一番前の子だからね、まあ、まだだいぶ簡略化されたと思います。分けて消した方がダメージ大きいですからね。そうそう、クヨっていうのはね、長いのを長い、クヨっていうのはもうこういうね、長いのをつなげて消すよりも分割してね、2分割も3分割もして消した方がダメージ大きいっていう特性あるんですよ。まあ多分チュートリアルでそういう話出てこないと思うんですけど、そういう仕様になってます。まあ、そういうこともあって童話のだ、ね、童話を持つカードの、ドアを持つカードがまあ強力ということが出てくるやつね。あれだってまあ分割して消すっていうのが前提条件になってますから。この時点で倒せるんですよね。秘書官さんいたら楽なんですよ、割と高い階層まで登れるんですよ。おまけにこの子は体力タイプだから、もう野菜強化とかも別に必要ないです。星7にしてプラスマにしなくても、まあ、この体力高いですもんね。8800ありますから、もうよっぽどなんかこう体力上げに、ね、上がりにくいリーダースキルの子を選ばん限りは、ね、落とされにくい部類だとは思います。まあ、あと危険なのは、まあ、強烈な一撃ぐらいですけども、まあ、そこはダメージカットの子を入れるなりしてカバーするほかないですね。まあ、その時はまたちょっとデッキをいじらないといけないね。まあ、今のデッキだったら連鎖の種の子は一旦使うから、ダメージカットの弾まで伸び、持たないし、持たないし、それ以外はこうアタッカーの子入れてないから、秘書官の子がいたか。あ、秘書官さんがいればまあ大丈夫か、その辺のことは。でこのステージではまあお邪魔ぷよを作ってくるんですけれど、このお邪魔ぷよがまあ盤面にいくつか忘れましたけどね、まあ10個以上、場面にまあ出るようなことがあったときに、こう割合ダメージ飛んでくるんですね。もうその数に応じての割合ダメージなのに、たちが悪いんですよね。で自分の属性を消しつつ、このお邪魔ぷよ処理もしないといけないので、まあ、ある意味、このステージはちょっと厄介。お邪魔ぷよってどこに作るかわからないですからね。だからまあこれから消そうと思ったところに出されたりしたら、なおさらね、時間かかるんです。逆にまあね、割とそこだったら大丈夫だよっていうところに作ってくれることもあるので、完全に運ですね。こういうチャンスプヨー出てきたのにね、その隣接するところの黄色のところに作ってくるとかいうことも普通にやってきますから、だから立ちが悪い。
まあ、連鎖の種の小手っていう手もあるな。まあ、今回は師匠官さんじゃなくて。で、この子。ターゲットはこの子に。ここ。まあ、そのためにネク編も最初に聞いてたんですよね。順に連鎖ね、連鎖数が大きいことね、その回に消したプヨのダメージ上がりますからね。で、降ってくるのが、全消しに成功したら次降ってくるのがまた全部緑だから、12連鎖目とか13連鎖目にね、降ってきたら、それ相応のダメージになるんですよね。さて、しかもその次のフロアまで、ね、移動したわけですから、ここで、ね、しっかり稼いでおく。もうこの時点で倒せるんですね。特に、倒せないか。今、全立てがあるのね。あと2ターン全立てがあるから、まともにダメージ与えられない。で、この時忘れてはいけないのがまたさっきのこのカタプヨじゃないな、お邪魔プヨ処理。これ放置しとくとまた、ね、割合ダメージ飛んでくるの。もうそれで私もちょっと今日やられてますからね。これを消し忘れないようにしないと。まあ、今はね、消しどんなに消してもまともなダメージ与えられないから仕方がない。まあ、さっきの全立てがまだ残ってますからね。これがまあ今1じゃないですか。ね、今1になって、ね。このターンまではまともにダメージが与えられないということですね。まあ、お邪魔プヨは10個近くの数が盤面にね、表示されてる時でもない限りね、こちらに割合ダメージ飛んでこないのでね。まあ、しっかりね、消せる内容であれば、とりあえず生き延びることはできます。ここで使いましょう。ね、全体で投球だからまともなダメージで与えられる。まあ、ミッケナーさんリーダーにしてますけど、結構いけるもんですね。ちなみにリーダースキルはこれです。緑属性の、ね、攻撃力 3.5 倍、体力 3.2 倍。まあ、この2つだけでも結構いい線いってるし、バランスも取れてるんですけど、それに、なぞり消しを2つ増やすので、本来5個までしか消せないのが7つまで消せますと、ね。相手ターン終了後に、フィールド上の色ぷよ、緑ぷよ優先で、プラス状態にします。まあ、緑ぷよ優先で、だから、盤面に緑色のぷよがあれば、その緑ぷよを3つ、緑ぷよのいずれかランダムで3つプラス状態ですね。もしなかったら、他の色のぷよをね、プラス状態にします。今は何回かな？今34回か。まあこんな感じでね、登らせていってます。まあとことんの塔の報酬のこともあるんですけどね。今は確かね、2ヶ月に1回じゃなくてね、3ヶ月に1回に伸びたんです。報酬が良くなった代わりにね。報酬の数、ワイルドさん、30とか40の数増えたんですよね。まあ2つ前ぐらいの時に。その増えた代わりに2ヶ月に1回じゃなくて3ヶ月に1回になってるんですよ。なので使うカードとかそういうのにもね、星7にする上ではまあ使うカードもしっかり吟味しないといけない。本当に有用なカードに使いたくなりますからね。こういうとことんの塔にしても、まあ、攻略するのにね、こう困らないような、そういうカードをできるだけ選んでいきたいところ。まあ、意外と使うのがそのカードなんですよね。ワイルドさん30は結構使うんですよ。まあ、40は種類少ないですけど。まあ、40使うことはあるといっても、コラボカードでそういうカードが出てきた時ぐらいですもんね、今では。まあ、30ほどそこまで種類があるわけじゃないです、40。まあ、あと
性能的にこうピンから切りまであります。本当に有用なカードもあればあまり使わない感じのカードもあったりしますから、どっちかといえば30の方がまだ需要が多くて、ね、需要の幅が広いといっても、まあ、強力には違いないんですけどね。でさっきはなんかお邪魔ぷよでなんかこちらに攻撃みたいなの仕掛けてきましたけど、あれ割合ダメージじゃなくて、あの一つにつきこうぷよけ指数をなんか5個増やすとかそういう効果です。でまあ増やされてもこの子たちの本来のねぷよけ指数を上回ることはありません。まあそこは安心していいと思います。まあ上限が増えることはないです。まあその代わりまあスキルが発動するまでのターンが伸びますね。まあそういう意味でちょっとお邪魔ぷよを優先してね消していきたいなというところではありますけど、あすみませんちょっと目覚まし、まあ一応動画として撮ってるのでまあそれもまあ入れときますけれどね、うん、まあそうだとね、まあ今撮影してるのが7時18分か、まあ大体この時間でしたもんね。どれだったんだ、分かんない。まあまたなんかこうか3連鎖いるのがダメとか、いやでもさっき3連鎖同時で引かなくて。多分まあ同時消しかなんかな、ね、どういあ2色以上の同時消しが出てる、じゃこう今ので2色同時消し、順番に消すのじゃダメってことです ね同じタイミングで違う色表を同時に消さないといけない。でその上でこの緑属性も消さないといけないからね。まあ、その後だったらまあね大連鎖で成功した分も加算されてダメージになりますけれど、その同時消しに失敗したらダメージにならないということらしいです。まあでも考えようによってはこれいけるな、うん、この子使って秘書官さん使って、まあ、お邪魔残ってますけど、それも踏まえてね。まあ、銃とかはある。まあ、でもそのためにこれ使ってたんだ。はい。これでもう完了です。完了。終わるかどうか知らないけど、まあ、戦闘の子は落とせると思う。ああ、と思ったけど、こっちの能力弾はあるのか。じゃあダメだ。うん、99% ぐらい今落とされてる。なるほどね、能力ダウンまで使うの、まあ、このダメージですからちょっと今のタイミングじゃダメだ。この子が13個か、じゃああえて使うか、うん、まあ攻撃じゃなくて強気質ね、一応通常攻撃扱いになるのでこれ強気質増やして秘書官さんにつなげる、で溶けた瞬間を狙う、ね、まあこれでこっちの能力ダウンが解けたので、秘書官さんで、もう一通しておしまい。というふうに、まあこんな感じで遊んでおります。まあ、大方秘書官さんの星7いたらね、なんとかなるんですよね。高い階層のところ。図鑑数がベースになってますからね、ダメージ。星7にした時の内容っていうのが、これです。相手全体にカード図鑑の数 ×1500 の属性攻撃なの で上限が900万ってありますけれど、とことの塔のモンスターって言ったらね、ライフ200万なんですよね。大体ね、高い子でも200万ぐらいなの。だからなんかこちらの能力ダウンとか、ね、相手がなんか全立て使うとかそういう時でもない限りはもう、ね、この子のスキルで一掃できるって思ったらいいです。で35回ですね。まあ初見殺しと言ってもいい35回です。もう私もこの31回だの35回で散々苦しめられてきましたからね、遠い昔は。
どういうデッキで挑んだら、ね、内容よく戦えるかっていうことばっかり考えた。もう情報サイト様にこもったこともあったぐらいですからね。どうしようかな。デッキはね、まあ、まずね、この強烈な一撃飛んできたらあれだからな。この子ちゃん、この子があれだから。じゃあもう一人候補に挙げてる子を作ってもいいわ。どうかな。ワイルドさん40がいるんだよね、その代わり。多分生き残れるとは思うんだけどね。検索かけよう。数が多い。千一さん。この子。まあ、使ってる人はあんまり見ないんですけどね。まあ、ダメージカットの量が 30% ということもありますけれどな。せっかくだから、まあ、スキルレベルも上げとこうと。どうかな、枚数次第だな。仕方ない。もうちょっと一回一回消えるのめんどくさいから。あやかしの遊び。あやかしの遊び。あと3枚ね。足りるかな。あれ、持ってなかったっけね、ワイルドさん。あ、このプレゼントボックスだよね。なんか登った記憶あるけど。取ってなかった。あ、取ってないね。いや、いいや。じゃあちょっとその子を抜きで考えた方がいいか。じゃあデッキ編集。まあ星6だけどね、この子入れよう、ね、ダメージカットか。相手がまあ全部青属性だから、種属性青属性だから、まあ体力面がちょっと不安だけれどね、まあ登るだけ登ってみましょう。これじゃない、こっち。今それやったらまあ間違いなく落とされます。今のデッキだったらまず落とされる。で反射ステージ、ね、最初に来たけど反射ステージ、特に副属性で他の色っていうことがないのでね、まあ、普通に安心して倒すことはできますね。まあ、この辺からね、ハートボックスがいかに重要になるか、ハートボックスの存在が結構重要なので、まあ、回復追いつかない。それだけでもちょっと回復追いつかなくなりますけれどね。まあ、回復タイプ入れればまあ話変わってきますけど。その代わりちょっとね、攻撃、昔の方の、初期の方の回復タイプのカードはね、攻撃力なかったりね、なんとかしますからね。今度そっちの方で問題出てきますね。難しいところなんですよ。回復。結構こういうギリギリの戦いっていうのもやってみると面白いもんですよ。まあ今は本当に限られたカードの中で私も戦ってますから、いつ落とされるか正直なとこヒヤヒヤしてます。まあね、のんきにこうやってね話しながら遊んでますけどね、実際のところはヒヤヒヤしてますね。いいよ、4ターンあるんだから。フロアが4つあるからね。まあ先はまだ長いと。で次のステージがまた割合ダメージのところですからね。このね、要塞の子が危ない。はい。
よかった、当てた。まず1ステージ目です。今ので1ステージ目結構かかるでしょ。いや、やってみると結構かかるもんなんです。ああ、この子に使ってきた。ここで使いたかったの。そうそう、こればっかりはランダムだからね、誰に使ってくるかがわからないから。まあ、とりあえず怒りが溶けてから打つとしましょうかね。このターンで使っとこうか。まあどうせ怒り解けるまでその子のスキル使用できないから、クヨス少しでも完成とか。ここで移動します。まあ長引くと割合ダメージでチクチク攻めてくるんですよ。だからね、ひどい目に遭う前に何とかしておく。まあね、仕掛けがね、どこかで見たことあると思うんですよ。ね、これ、31回、32回、33回とかのね、ステージとほとんど同じ仕掛けが順番通り来るんですね。31回だったら反射ステージだったし、32回は割合ステージだったし、ね、そんな感じです。33回が、確かあれやろ、お邪魔作って、ね、10個以上盤面に、ね、残った状態で、まあ、残った状態になったら割合ダメージが飛んでくる、まあ、そういう仕掛けだったもんね。それがもうその1ステージ2ステージ3ステージという風な構成になってるんです。まあ、反射使う敵が現れるのもそのためですね。さて、じゃああとこの子のスキルが溜まるのを待ってないね。まあ、このステージね、強烈な一撃使ってくるんですよ。何度か話に出したと思います。それの対策打っとかないとね、そこのターンまでそのターンをしのぐことができないのでね。さて、この子もマックスなので発動準備に入りましょう。まずは、まあ、次のターンにね、味方全員のね、プヨ形質を10個増やしてくるんですよ。なのでネック編は絶対使います。そして、強烈な一撃対策として、今回私は潮騒の騎士シリーズとして、この、ね、一番隅にいる子、ね、赤い髪のね、子がいると思うんですけど、この子を入れてます。ね、3ターンの間、味方の、ね、緑属性カードに青属性ダメージの 90% カットだと。で、この子のスキルを使います。で、本来だったらね、ここで、まあこの状態で相手がもうほとんどもうライフ残ってない状態ぐらいまで詰めて、スキル攻撃で倒して進めるっていうのがね、通例なんですけれど、私は師匠館シリーズ持っててね、まあ一掃できる火力はもうこの子単体のカードで持ってますからね、もうポチッと押すわけ。まああと回復しとけばよかった。で、10個ずつ増やす。で、さっきのね、最後のところでスキルでね、倒すって言いましたけどね、これにはちょっと訳があるんですね。この、潮騒のこのね、スキルターンっていうのが3ターン。で、通常攻撃してしまうとね、1ターン消費してしまうんです。スキル攻撃だったらその1ターンは消費しない。で、相手もね、フロアが変わって3ターン目に攻撃仕掛けてくるんですけれども、まあ、持たないのよね。通常攻撃で倒してしまうと一旦消費してしまうからね、最終的に相手がまあ強烈な一撃を使ってきた時までこの子のスキルが持たない。だからこの子のスキルとネク編の子を入れたらね、まあ、この2人使用したらこうなんか前傾しスキルとかでもいいのでですね、
まあそういった子でね、そういった子のスキル使って相手を、ね、倒す必要がある。まあそういうちょっと順番があります。まあちなみに今回は潮騒の騎士シリーズ入れてますけれどね、まあこれ潮騒の騎士を入れない場合だったらね、反射スキル持つ子を入れることで代用も十分に効きます。まあ、なのでまあそのあたりはお好みですね。反射スキルだったら龍神シリーズかトラップ職人ですけれど、まあ、黄色と紫以外だったらどちらのシリーズでも構いません。ちょっと黄色と紫は特殊なんです。反射する、ね、色の対象がちょっと真逆になってたりとかするのでですね、ちょっとその辺はちょっとね、内容をよく見てからじゃないとね、まあ、無効に終わってしまうんですよね、反射の効果が。これぐらいですね。今のね、この子のスキルで 90% カットしたから今の2000ちょっとで済んだけど、まともに受けてたら2万ダメージぐらい受けてる。でこのターンね、相手が強烈な一撃を使ったターンっていうのは相手も無防備な状態になるんですね。こうなんていうかな、かばうとかね、こう天使復活とかそういうのもないので、で最初に狙うはこの闇天使ですけれど、まあ、例のごとく師匠官さんで一掃できるので、私はそちらで沈めました。まあ、普通だったらね、闇天使倒して、リーダーの子倒して、で、それで、その二人倒したら、まあ、大方、まあ、勝利は、まあ、ね、近くなってくるんですよね。その後も少しずつ、ね、スキルも稼ぎつつ、一体ずつ倒すとかね。まあ、よくやってましたね。まあ、ちょっと説明多くなって申し訳ないですけれどね、まあ、動画見る人の中にはね、最近ぷよぷよ始めたっていう人ももしかしたらいるかもしれないからね、なんかこう特に行き詰まったステージあるんだったら、なんかこう参考になるような話ができたらいいかなっていうくらいのね、ちょっと私の気まぐれでそういうのをねお話ししているような感じなので、まあ、ご存知の方についてはちょっと退屈する話かもしれませんけれどね、まあ、ご容赦いただけますと幸いでございます。引っ掛け問題、今の端を選びたくなるけど、端を選んでたら2つしか消えなかった。ということで、これで鬼門の35回をクリアしました。まあ、順番さえ分かればね、発動する順番とそのスキルで敵を倒せるだけのライフであるかどうかっていう見極めができれば、またできると思う、できるようになると思います。ちょっと慣れが必要ですしね、不良の事故で消しすぎて倒してしまったっていう場合はもう諦めるかね、まあ、もしくは、体力的にね、倍率の高い子入れてるんであれば、もう味方の、ね、体力を信じるほかないんですけどね。まあ、静凪さんみたいになんか体力4倍もかかるカードが もしあるっていうんだったら、まあ、そういうカードのね、恩恵に預かってね、生き延びてくれることを祈るほかないですし。けど、なかなか4倍のカードっていないんですよね、フェスカードの中にも。そうそう、千一さんあげてなかった。まあ、ぷよけシスじゃないな、ワイルドさんはまあ後々手に入るし、その時でもいいかな、ちょうどいいから合成して、スキルレベル上げと3にしたら、まあ3つ分ぷよけシス減るから。まあ今ちょっとね、特殊なプランに入ってってね、こう強化するときに常に大成功になるようなね、まあ、そういうのが、ね、そういうちょっと課金アイテム使ってるのでね、全部もだね、もう全部ちょっと大成功で表示されますけれど、まあ、普通に遊ぶ分にはもうね、その大成功の確率がね、4倍とか2倍とか以外の時っていうのはあまり大成功しないんですよ。まあちょっとそういう特典プランに入ってるだけでね、まあ、いろいろ旅の準備ってもんです。一通りも揃ってきたら多分使わなくなると思うんですけどね。
さて、ではご清聴長くなりましたけれどもね、いつも動画を見ていただきどうもありがとうございます。ご清聴どうもありがとうございました。鶴瓶でした。